こんにちは。最近このパーカー大好きすぎていっぱい着ちゃう。ああいうなんか好きなお洋服なんかまあいっぱい着ちゃう。なんか早くダメになっちゃいそうすぎて怖い。毎回さ、着たら絶対的に洗濯してるからさ。そう、着たらもうその日のうちに洗濯してるからさ、もうなんかケバケバになりそう今年の冬で。もうなんか今年のね長袖もう着ないシーズンになったらさ、このお洋服もダメになっちゃいそうなぐらい今なんかずっと結構着てる。やだ。かわいい、かわいくない、かわいい。こういうマイジッパーのやつかわいいよね。これはね、ちなみにどこだっけ、ヒステリックグラマーってところです。かわいい。これ、ね、3色ぐらい展開あって、この色が一番かわいくて黒にしようと思ったんだけど、なんかここがね、この緑の部分が赤なの、黒だと。そうで、背中とかもなんか、そう背中もかわいいんだけど見せれない。見せれないけど背中もかわいくて、背中とかも全部緑の部分が赤になってるんですけど、でも一番なんか、あと何色だったかな、あと何色か忘れちゃったんだけど、でも一番この色が可愛くてこれにしました。ちなみにね、サイズは L だったかな、多分ダボダボで着たくて L 買ったけど、そんなダボダボではない。そうから L ですね。 L だけど言うほどそんななんかダボダボではなくて、ダボダボではないぐらい。あゆが手こんなもん、今ほらこうやってもうここら辺にはもう袖口ぐらいにあるぐらい手が L で、だから男性の方だとちょっとね、 LL より、あでもなんかそんなゆったり着たくなかったらあれかもしれないけど、そう L でも L が一番最大だったかも。あ、分かんない、もう一個あったかも。あゆは L か、はい、そうなんです。かわいいこの洋服。そう、あとね、今日は前髪をね薄くした、ちょっとだけ。なんかここだけ、なんかここだけちょっと分厚い。まあまあそういう時もあるよね。そういつもと前髪ちょっとだけ変えた、気持ちばかし。そんな感じです。で、絶妙になんか寝癖具合の巻きをした。寝癖なのかな、どっちなんだろうみたいな、なんか本当にストレート気味の、でもこんぐらいの巻きが好きなんだよね、ほぼ巻いてないみたいな巻き。ほぼ巻けてない、ほぼストレートなんなら。そう、まつげも、まつげでも最近あのね、まつげ育ててなかったからね、多分戻ってきてる、前のまつげに。もうちょい、そうずっと最近1週間ぐらいずっとサボってる。そう、育ててないまつげ育てるね、ちょっと。あでも今日も育てなさそう。あでも今日は塗った、さっき朝まつげ育てないとと思ってメイクする前に一回ピッて育てた。久々に育てました。はい、そんな今日はカワウソ発掘する、そう急にいなくなっちゃったけど、カワウソを発掘したいと思います。カワウソ発掘、この前話してた、ちょっと一段落したので、ね、まだ、練習とかはあるけどだいぶ落ち着いたので、自分の中で発掘します。ね、発掘しないとなんかまた失いそう、発掘するあれを。でも待って、これさ、ティッシュ必要じゃない？だってボロボロするよね。ね、ちょっと持ってこよう。見る前に、よいしょ。
あでもみんなから見えないっていうね。えごめんね、なんかこういうのに入ってて、なんか入ってえ どっち掘るの見て、なんかすごい、えすごえ、あこっちを掘るんだって。発掘名人カワウソって書いてある方を掘るらしい。ちょっとだいぶ分かんないけど合ってるかな、合ってると信じていく、やってく。 でもみんなから見えない、ごめんね。えちょっとうんそうだね、えちょっとリング外しとこう。さあや袖もめくってやっていきます。あゆも半分になってそう。えあそうだ、皆さんあの彩香さんの生誕祭にそうゲストで出演させていただきます。11月3日です。そう詳しくはあの愛のツイッターとかに、ツイッターに昨日ねそう書いてるので、あの詳しくはツイッターを見てください。そう特典会っていうのもあるらしくて、それも出させていただくます。そう、うん、あすごい手が真っ白になる。えそう出させていただきます。彩香さんからそう LINE 来て、そうで嬉しかったです。出てほしいけどどうかなって彩香さんから言っていただけて、ええー、と思って嬉しいと思って、そう出させていただきます。盛大にお祝いさせていただきます。彩香さんの誕生日お祝いさせていただきます。ぜひ皆さんぜひぜひ来てください。そうドラ2のママ、ドラ2のママなので、そうもう来た時に彩香さんから、あえ絶対行かなくちゃと思った絶対行かなくちゃと思って、そう行かせていただきます、参加させていただきます。確かに卒業してから初ですね、本格的な卒業。あの28が多分最終活動なんですよ、 AKB の活動が。なので卒業してからは初かな、はい初でございます。あそうみやびちゃんと梅たんさんとさきぽんもいるしね、心強い心強い、楽しみです。はいそんな感じで掘っていきます。えこれどうやるんだろう、傷つけないよ気をつけて、だって傷つけちゃいそう、ちょっと気をつける。えね何か皆さんでもコメントを見ながらやってく。あそう今日のね、ちなみにね今日のねリップね、今日っていうか卒業公演の時もそうなんだけど、え全然掘れない、卒業公演の時もそうなんだけど、そうみやびちゃんとお揃いのねあれそうリップ使ってるの、なんかそうみやびちゃんがお誕生日で見に来てくださるの知ってたから、えそうお誕生日プレゼントと思って、愛がずっと気になってたのをね買おうと思って、えそうみやびちゃんに、えでも自分も欲しくなっちゃって気になってたやつだから、えそうでもその前に自分の友達にもあげてたのよ、そうそれを気になってるやつを、えそうお誕生日だったから、そうそしたらなんかみやびちゃんにも買おうとしたら自分もやっぱり欲しくなっちゃって、そう友達の時もね買おうか迷ったの自分のも、でもちょっとやめたの、なんかこの間リップ買ったばっかりしてなと思って、でもみやびちゃんの買った時にやっぱ欲しいって思ってお揃いで買った密かにお揃いみやびちゃんって密かにお揃い言ってない、みやびちゃんには。え全然掘れない、愛が下手なのかな、え全然掘れないっていうか、なんか傷つけてそう、えだってさ、なんだってなんか見えてんのここに、もうすでになんかここにいるのほら、えあれなんか傷つけてる気がするんだけど大丈夫かな、え全然掘れない、下手なんだろうな絶対に。でもどうやって掘るのが正解これ、えね意外とね硬いの、
そう、意外と硬くて全然掘れない。うん、周りから攻めようだって、ちょっともう無理かもしれない。そう、無理かな、いけるかな、行こう、頑張る無理かもしれないって諦め諦めが早い。え、そう、そんな感じですね。そうね、皆さんは。でもそう、彩香さんのやつ行くねって言ってくださる方いて嬉しかったです。誰も来てくれないかなって思ってた嬉しかった。特典会何があるのかな、初めて特典会何があるのだろう、楽しみです。全然掘れない、全然進まない、何これ、むずい。え、こんな難しいものなんだって。これな、何歳、何歳のあれ、対象年齢6歳以上で、6歳の子これできる、忍耐強いよこれ、忍耐力必要。うん、確かにね、彩香さんにも久々鮎もらうの、あ、ファンの方もね、確かに確かにね、彩香さん、いやー、え、こんな硬いの、え、これ全部削るの、これもしかして真ん中を削っていけば多分取れるんだよね、多分だけど、え、わかんない。あのさ、ひそかに頑張ってるんだけどさ、全然進んでくれなくてすごく焦りを感じてる。え、そう、展開はチェキじゃないかなって、お、チェキを取れるんだって、え、すごい、え、すごいね、楽しみじゃん。それはでもさ、昨日さ、ショールームでさ言ってたじゃん、そう、多分アイドルはやん多分っていうかやんないでゲストとかで出ると思うよって。そうそう、それでしたちょいに合わせ、でも本当に、そう、そうだね、ゲストでしか多分そういう機会はないと思うよって感じだね。え、全然出てこない、え、待って、これ分かったかも、誰が出てくるか。ない、多分分かった、これ誰出てくるか多分分かった、分かったからちょっと気をつけながら掘ってこうなんか上にね、この4人の誰かですみたいなのがあるのよ、そう、下のところに。だからそれを見て、あ、これかなって今察しました。だからちょっと気をつけながら、やっぱ傷つけられないのでね、カワウソは。あ、そう、今日のチケット自体は今日の22時半からです、夜のね、22時半、夜、そう、夜の22時半っつったら夜しかないか。ね、でもね、すぐにこうやってみんなと会える機会ができたのはすごくね、嬉しい。あ、そう、
そうね、28がだって最後に、最後だとみんな絶対思ってたじゃん。でもこうして11月、あ待って、これ傷つけたかもしれない、かわいそう、ちょっとやっちゃったかもしれないね。でもこうしてね入るのはすごく嬉しい。え、硬い。ちょっと周りの壁も壊したいからちょっと頑張る今。あでも結構、あ意外と真ん中掘ってるからさ、意外と壊れてくれる周りの壁。あ意外と、これもう一個ティッシュないとダメかな、なんかダメな気がしてきたんだけども、ね、でも会場もどんなところなんだろう、初めて行かせていただく場所なのですごく近いのかな、みんなとどうなんだろうね、楽しみ。なんか写真見た感じすごく近そうな雰囲気はあったけど、どうだろう、やっぱさ写真と実際見るのって違かったりするからね、どうだろうね、楽しみです。あ、品川から、え、品川駅からすぐだって。え、いいね、やったね。あ待って、傷つけたかも、あ平気かも、え分かんない分かんない、ちょっと分かんない、ちょっとティッシュ持ってこよう、もう一個ちょっと待って、なんかファンデーション、粉ファンデみたい粉ファンデみたい、手が見て手が、あちょっと分かんないね、あ待って、愛の風でやばいかも、粉飛び散っちゃったかも、まあいけてる、平気そう。でも駅から近いといいね。ね。みんなも分かりにくさはなさそう、駅から近いってこと。ね、駅近はいいよね。今だいぶ進んだよ。見る？ちょっと待って、一回粉落とすね。飛び散ったらやだから。え、待って待って待って。すごいすごいすごい、カワウソ見えてきた。ほら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 。え、すごくない？進歩。なんかあるよね、こういう山。こういう山ない、あの、いや山の中行くと地層みたいなあるよね。あやっぱ待って、愛が思ってた子だなこれ絶対。うん、愛が思ってた子、やった当たりです。そう一部、あ待って、傷つけなかった、危ない。え待って、傷つけてないよね、心配になっちゃう。でも見て、こんな塊塊で取ってる、もう取れてるっていうか取ってる、塊を取ってるって感じ。よいしょよいしょ。
力作業ですね。すごく。握力あったらすごい最高って感じなのかな。握力あったらもうなんか手でパリパリいけそう。うん、このなんか木の棒でやってるんですけど、これなしで手でバリッていけそう。え、すごい、待って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 、見て、こんな塊で取れた。え、でもだいぶ見て、だいぶ待って、見てって言いながら、ちょっと待って、まだ見せない。見て、だいぶほら、もう体があらわしてきた。あ、だって見て、これ体の形でなんかもう硬されてる。え、すごい頑張った。でもすっごい手がやばい。レッド持ってくるべきでした。え、そう、こんななんか粉々しいと思ってなかった今。うん、こんな粉々しいとは思ってなくて、なんだろう、もうちょいなんか固形で取れてくのかなって思ってたの。それこそこんなこういう感じで、で結構粉々しいのよ。だからそう、ウェットとか持ってき忘れちゃった。まあしょうがないよね。え、でもすごい、こんなの売ってるんだね、初めて見た。ゆすごい、本当に初めてあったな、こういう発掘系。なんかあるじゃん、発掘系のおもちゃって結構。初めてありました、今21にして。うん、硬いね。うん、結構硬い。まだまだっていうか、ずっとずっと硬いし、まだちょっとティッシュ足りないかな、3枚でも。一回違う、一回この一個もう粉まみれっていうか、もうこの粉しかないやつをどうしたらいいんだ。あゆにもちょっと頭が、待って、これをどうしていいんだろう、どうしたら綺麗に、あ、わかった。これをさっきカワウソがいた箱の中にそのまま、え、だってすごくない、もうこの中に全部今の発掘してる、そう、あれが入ってる箱に、見て、ほら、いい感じ、バラバラになんない。これでお部屋が綺麗になりました、今。さあ、あとまだ途中、そう、今から途中、あとこんだけ、ほら、あとこんだけをやっていきます。あともうちょい、もうちょいなんだけど、硬いのよね。から一気に行きたいなっていうところではあるよね。そして持って、よいしょ、見て、一気に取った。あ、待って、こぼした自分の、あ、待って、やっちゃったスカートさ、スカートについたと思ってさ、手でポンポンやったらさ、ちょっと見せたい。見て、ここ汚れた、ちょっと見えにくい見せ方。ロングスカートの下の方が、後で拭きます。早く拭かないとね、ちょっとショールーム終わったら早く拭きます。え、待って、
もうあと手で取れそう、手でポロポロいけそう、怪力とかじゃなくて、まあ、もうね体見えてんのよ。あ、発掘できました。ちょっと綺麗にしてあげたいけど、これ洗ったら綺麗になりそう。これさ限界あるじゃん、あのパタパタこういうほうきみたいなのやっても取れるのは。後で洗ってあげよう。じゃじゃーん、折れました。カワウソ折れた、すごっ。汚れちまった悲しみに、やばい、あれじゃん、あれ寸劇懐かしい寸劇じゃん。汚れちまった悲しみに今日も小雪が降りかかるだっけ、違う、全然ちょっともう忘れちゃった。でもこんな感じだったよね、なんとなくは覚えてるよ。どんだけ覚えたか、覚えられずにいっぱい練習したもん。難しいんだからね、そうセリフを覚えるの。手真っ白です。でも無事終わってよかった。ちょっとスカート手の汚れてない部分で、あ、意外とマシになった。汚れてない部分でパイパイやった。そうほら大丈夫そう。でもちょっと手がやばい、見て見えない、もうね指紋と一緒になってる。指紋と一緒、指紋通りに粉がついてる。だからやばい。そしてまだこの子も粉をかぶったまま。はい、まあそんな感じで、あ、上目であげてだって。小顔、それじゃあ洗ってきれいにしたらのせます。そうします、乗せたいと思います。ね、そう、そしてね、そう、さっきツイッター投稿したのに、意外と密かにショールーム始める前、ちゃんと投稿できてるかな、わかんないけど、ああいう、そう、最近どら焼きとフルーツ大福とかき氷にハマってて、そう、なんかおすすめのあったら、あの ツイッターじゃない X で教えてください。そう投稿したの、本当に余ってる。なんなら今日の朝もどら焼き食べた。そうパパが、そうパパに買ってきてもらってどら焼きを、そうなの、食べた栗入りのどら焼き。でもあゆが最近の中で好きなのは、最近っていうか、そうどら焼きの中で好きなのは浅草にある亀十っていうどら焼きがすごいね。なんかね、生地がパンケーキみたいだし、白あんと黒あんがあって、どっちも美味しい。そうどっちも美味しくて、なんかねすごく良いです。あとうさぎ屋っていうどら焼き、そう美味しい、うさぎ屋。なんかね、うさぎ屋のはどら焼きって感じのどら焼きなんだけど、でも蜂蜜感が強くて、なんかあんこも粒がなんかしっかりしてるけど、なんかそんな、なんて言うんだろう、もたもたしない。そう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 、なんかねみずみずしいあんこって感じで美味しい。そう美味しいんです。あとね、名前忘れちゃったんだけど、あゆもそう、そんな 2,3 回しか食べたことなくて名前忘れちゃったんだけど、なんか本当にねこんぐらいのねちっちゃいサイズのね、すっごいねもっちもちしてるね、なんか本当に餅みたいな、そう、餅ですかみたいなどら焼きがあるのよ。そう本当こんぐらいのサイズの、そうなんかなんだっけな、名前なんだったかな、
なんか鈴って入ってた気がする、わかんない、入ってた気がするの。そこのどら焼きも好き。え、そう、本当に美味しい。こんなちっちゃい一口なんだけど、やばい、やばいです。食べてほしい。ニニギっていうお店のどら焼きが、え、あれじゃない、あれフルーツ大福があるところじゃない、クリームの、え、だよね、違うかな、なんかね、え、今なんかそこだったら栗のどら焼きがあったり、そこで気になってるところ、今気になってます。え、そう、なんかね、どら焼きとフルーツ大福とかき氷にハマってる。なので、何かあったら教えてください。よろしくお願いします。はい。そんな感じですね。あ、やっぱりほら、フルーツ大福もやってるって。やっぱそうだよね。はい、まあそんな感じで。ございます。ね、でも今日はなんか発掘したり楽しかったでございますね。ね、そう、かき氷夏じゃなくてもあります。そう、あるんですよ。あって、もう最高です。どら焼き食べたくなってきたなって。食べな。どら焼きってなんか美味しいよね。なんだろう。ね、美味しい。どら焼きはずっと好き、あんこ嫌い時代からもずっと好きなので、多分一生好き、この先も、うんですね。はい、ではではランキングを読みたいと思います。急にランキング読む人13位プラハタハさん、ありがとうございます。12位白崎さん、ありがとうございます。11位カネッチさん、ありがとうございます。10位ヒデさん、ありがとうございます。9位タンクトップさん、ありがとうございます。8位ピカルン、ありがとうございます。7位ユウくん、ありがとうございます。6位カモンさん、ありがとうございます。5位カンさん、ありがとうございます。4位翼欲しいさん、ありがとうございます。3位チョフくん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。